じゃあぐちさん、はい、そんなに進行してくれるか。いやちょっとできない、そんな私素人なんで。はい、じゃあぐちさん、はい、じゃあ先ほどですね、はい、はい、お魚やりましたね。はい、センスがなかったんですね、センスが。ちょっと一匹も釣れず、まあ早々にミッションの方は失敗しちゃったんですけど、そうですね、そんな感じだったんですが、次のミッションくださいよ。はい、次のミッションがですね、他に食材を用意しているので。なるほど、マインクラフトといったらもうお腹減っていくんで、活動するためにお腹減りすぎたらもう死んじゃいますからね。なのでちょっと一応あの食材は用意してます。なるほど、よかったよかった。はい、でも食材超笑みが普通に喜んなんでそんなつぼんねん。まあちょっと焼かないといけないものも多々ありますので。なるほど、焼くという作業が必要なんですね。はい、焼くには何が必要でしょうか。火種ですね。火種です。うん、なんか俺ずっと嫌な予感してんねんけどさ。じゃあ火種はどう起こしましょうか。火種は摩擦熱がないと起きないですね。はい、その通りです。おい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 、はい、だから言うとね、はい、嫌な予感したなってそういうことやな。はい、そういうことです。無造作に起きましたが。いやいやいや、無造作すぎるでしょ。この辺から拾ってきた枝よね、多分火打ち石かな。はい、うどんを伸ばす棒やね。そうです、火起こしをしていただきたいと思っております。制限時間5分以内に。むちゃくちゃやん。むちゃくちゃですね。ま、あの煙出るだけでもいいので。うわ、これちょっと申し訳ない。これ今言ってもいいですか。いや、いいっすよいいっすよ。だってこれ本来であったら届くはずやったんですよね。そうです、確実に火が起こせるものが。そうです、もう火起こし器を、はい、もうぐちさん用に用意をして、はい、手配してたんですよ。なるほど、昨日届くはずだったんですが。めっちゃ言い訳するんや。そう、言い訳がましいんですが。いやいや、いいですよ。はずだったんですが、苦肉の策でそこら辺にあったものを見繕ってしまったという。まあ、それじゃあまた次回それ使いましょう。じゃそうです ね、せっかく次回リベンジでちょっと使いたいですね。でもこれで俺ができちゃったらそれが必要なわけですもんね。いや、もうそしたらもうぐっちさんセンス抜群ですよ。やばいっすね。はい、じゃあ行きます。はい、用意スタート。それで言うならまあ日本人というかまあ人類古来ほら割れたし割れたし。それで言うんやったらすごいですよ ねだおかしいねんて、これ先が丸いからとんがってないとあかんねん。と待って、こっちの方が逆にええんちゃうの。こっちの方が、あ、ちょっとなんかいけそう。ちょっといけそうよいしょ。取れてるか取れてるか。いやー、いや、ようやったやろなあ。よくやりましたね。頑張り、頑張り認めてくださいよ。いや、むしろそれ本当称号を与えたいですね。そうやろ、着地見えてへんかったやろ自分。そうですね、この企画においてのそうですね、もう届いもうその火起こし機が届いてない時点は終わったなと思いました。終わったなって思いましたよね。火がこれどうするんですか。できなかったので、せっかくなんかね、この先食料もらったとしてもさ、はい、まあ実のところ、はい、ちょっとぐちさんこっち来てください。はい、誰か焼いてありますけど、はい、事前に火あるので大丈夫です。身内なんですか。どうもありがとうございます。ご出演ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。あ、そっか、俺もう全然違う人があの別でやってるんかなと思ってたら用意してくれてた。はい、火を起こしてくださってました。やばいっすね、バリ本格的じゃないですかこれ。え、むっちゃ美味しそう。はい、やばい。なのでぐちさん、まあ、結果的に、はい、火起きなくて大丈夫でしたっていう。なるほど、結果的に大丈夫。大丈夫です。そうやんね、これあるんやったら俺向こうで やる必要なかったよね。そうですね、やられたな。これは一杯壊されたっていうやつやね。この野郎、この野郎。火種はもうあるという形で。ありますね、うん、はい、じゃあ次のミッション、次のミッションじゃあ、はい、チャレンジしていきましょう。はい、はい、じゃあ次のミッションも頑張っていきましょう。はい、お